はい、成長ワランです。はい、カドチです。はい、マシコです。よろしくお願いします。お願いします。カドチさん、おいえ、知ってますか？知ってますか？いいね、行ってきたから知ってるよな。あのね、ロッテリアのデスカラ、お、初めて見た俺でも。デスカラタンドリーチキンっていうのを、う、ね、我らがヒカキンさんがやってるらしいね。そう、食べてて、俺も食べてと思ったのよ。おう、でね、お、買ってきたのよ俺、1個。おう、ちなみに、辛いの超苦手だから。ほんとダメだろ。めちゃめちゃダメなんだけど、でももう挑戦したくて仕方なくなっちゃったの。だからさ、食べてみようよ。オーケー。もうね、立ち食いだよ。立ち食いだな。そう、今、買いたてほやほや。買いたてほやほや。とりあえず、開けてみよう。とりあえず、店員さん躊躇してたよな。店員さんが躊躇してた、相当。やばいってこれ。匂いだけで見せてんもんだって。だって見てよ、このもうこのおどろおどろしいパッケージ。あかんだろう。やばいよね。ロッテリアで誓約書、違う、同意書が書かされるのよ。で、いかなる場合でも責任を負いませんっていうのを書かされるの。で、俺サインしてきたから。でね、2人で1つやっていこう。じゃあとりあえず開けますよ、これ。これ開けますよ。でもやっぱ匂いでやばいじゃん。ほら、中がもうね、赤いの、レッドなの、もうおかしいの。おー、いきますよ。いきますよ。あいよ、せーの、いった。あ、おいしい。あ、おいしい。おいしい。うん、うまい。まだね、まだわかんない。まだわかんない。あ、来た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 。うん、でもね、めちゃくちゃうまい。すんげーうまい。匂いだけでむせそうなんだけど。すっごいうまいけど、うん、もうね、俺ね、なんだかんだで辛いもの結構食ってはいるのね。ダメだけど。そう、うん、いただきます。あ、でも相当辛いな。うん、俺辛いとこばっかやんやけど。うん、うまい。うまいよね。うまい。痛い。熱い、口の中が。マジで？うん、うまいけど、うまいけど熱い。うん、辛い。すげえ、リアクションねえ、こいつ。うまい。していくよ。思ったよりは。思ったこと、大したこと。もう辛いって。いや、辛い辛い辛い。え、あ、口の中熱い。え、痛みはそんなないね。でも熱い。どう？え、思ったより大したことないんだけど俺。ね、思ったよりは。え、おい、辛いの結構苦手だよ。うん、食べちゃっていい？いいよ。でも熱い、口の中。そうだよね、ちゃんとね、うん、辛いのね、その場でかけてくれたの。その場で、もう俺たち頭の中敵って言われたからな、ちょんちょんかと思ったら、ドドドドドドドってかけてくれたんだけど、辛いの。そこまでではないね。そこまで、デスじゃないよ。うん、デスじゃないよ、全然。そこまでじゃないね、本当にね。うん、思ったより平気だった。はい、はいよ。食べてましたけどね。おいや、どうだった？とりあえず涙出ね。涙出ないよね、うん、俺汗もそんなかいてないし、うん、あれ、俺が見たヒカキンさんの動画やばかったよ、リアクション。マジ俺見てないから分かんないんだけど。見れよ。あのな、本当にね、もううわーって、もうすごいことになってた。もう顔がね、うん、真っ白で鼻だって真っ赤になってて。あ、うん、そうなんだ。弱い人はダメなのかな。今日俺弱い人だよ。だよな、めちゃくちゃ弱い。失神するからな、俺辛いもん食べると。はい、まあそんな感じでね、食べてみましたけど、はい、まあ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 、辛いは辛いけど、うん、そこまでじゃねえな。普通にうまかったかな。うん、そんな脅されているほどじゃなかった。ペヤングとかの方が辛いよな。わあ、そうかもしれない。俺もペヤングの方が辛かった。うん、はい、ということでね、まあ大したことなかったです、僕たちには。はいよ。はい、以上、セシオーバーランでした。またねー。